決勝戦来ましたということで決勝戦の解説は私、パワプロザコシテンの僕がやらせてザコシテンの言い過ぎ強いですあなたは決勝やってきました。もう決勝、ね、もう決勝っすね決勝まあ俺勝つけどどうっすねまあまあ、まあ、分からないですよそれはまあ分からないけどね勝ち上がってきてますからそうでこの前試合してデータ取れてるしいけっかなみたいなやっていこうぜはい行こうプレイボールでもこれで負けたらもう下克上されてるってことだからね巨大ジャイアンツ坂本投げたストライクうわーフォークボールから入っていきました投げたまたもこれねはいー投げましたはい終わりーマスキュー三振投げました初球ボールストライク完全に選ばれた完全なボール球カウント1ボール1ストライクオッケーオッケーいいよ見よ投げましたボールおお分かってる分かってるそんなもんは投げましたあれ今日は誰どうしたの誰菊ちゃん菊ちゃんよエビスマス第9初球ファーストファールまあこのね第2球一塁ランナーしたいけるでしょ無理か無理かおいセーフおいラッキー何したい第3球を投げました外れたボールカウントおーノリ今日見てくるねどうしたの投げたよしよしボールカウントやばいな第5球投げた打ちましたきたありがとう今宮うまっだから俺は取ったんです今宮さんをうますぎない1回の裏高校チーム攻撃に入ります先頭バッターピッチャー大谷決まったストライク。まずは決めてきました。ね、こういうところからやっぱ攻めていくわけですよね。投げた。打った。あ、くそ。いいね。あ、これ打てます。多分打てるわ。バッターは今宮。いやわかんない。初球を打ちました。やめて。ナイスバッテー。ナイスバッテー。え、なんでやめたの？やめたの？はい、コールドにします。やばい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 。これ決勝戦コールドで終わったらもう。バッターは三番ヨウ。ネクストバッターサークルにはメヒア。はいよいよいよ。今拾い直した。これやばくね？ワンアウトランナー。これやばくね？変わります。お前勝ったな。うん。ありがとう。はい。いやいや。あれ？やだいかん。なんか違うな。ちょっとピッチャー変わります。はいよ。はいよ。レン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 結局姿投げさせ第9投げた初球空振りほいよ一球目空振りからバッターの足元ワンシームエグ第3球を投げた押っつけて打つファルボール追い込んで第4球を打ちましたいいよツーアウト2塁オッケーツーアウト2塁オッケーオッケーオッケーさあ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 ここからここからマギーです投げましたはい分かってまーすこれは完全なボールだなはいよはいよ同期は3球目おえぐい攻めますね追い込んでから第4球を打ちましたおーいい配球ですよ第5球投げましたボールはっきりしたボール球カウントは2ボール2ストライク怖いぞこれどうしよう第6球を投げましたやべおいいねワンシームやられた詰まらしたよっしゃまあ1点1点まあ大丈夫ですいいよ2回の表マスカは攻撃に入ります先頭バッターは DH のマスヤネ第2球大谷かな投げました2球目バッター追い込まれました球速いからね1つ外したおー見るねさあ投げました打ちましたおー俺もちょっと黙っていいかな大丈夫よ決勝なんでね危ない球集中してもらって集中しますいや全然俺はもういきます全然投げた打ちましたはいオッケーオッケーオッケーセカンドから一塁送球いやいやちょっとね配球がやっぱ良くなってきます SS ドンズしちゃうよお前 SS ドンズ SS ドンズ SS ドンズドンズまりうわー来たホームランちゃうか入るか入ったナイスナイス決勝にふさわしい試合になってみましたナイスつらいさんおっとセーフティーバントですナイス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 よしよしいやー打たれた後衛もスライダー投げづらくなったバッターよく見ましたさあスライダー投げづれ投げた決まったセーフって投げるかと思った第3球を投げるわけねえだ投げた打ちました落ちるかセンター前に出るうわー勝ち込まれた
でかいでかいでかい。ちょっとあのバントは意味わかんないけど。そう。さあこの後なんよね。問題は。投げました。初球打ち流した。ファールです。おお。やぶね。第2球。さかのスライダーさえなんとかしてなんとかなんだ。打った。おーす。今のは取れるでしょう今の。今宮さん取ってたからね。ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。あのライブ見たいミスになっておりますね。そうだね。さあ次の投球打ちました。フォークかな。さあ第3球に取れるんでしょうか。ボール全然差しでいいからね。投げました。打ちました。よし。やばい。やばい。そしてよーし。村田さん最初俺の一番憧れの選手だから村田さんは本当に男村田。やべえ。しかも二塁三塁となりまして、すげえわやっぱり。マスカバここは初球を打った。前進守備セカンドが正面。キャッチャーから一塁。いやー、いやー、だるい今の。九番宇佐美。マスカバここは外野フライも避けたい場面です。何投げる？第九。ノーアウト満塁。初球から打った。いや、ゲッツ。やつ。あ、ええー。一塁はセーフ。前進。はい、オッケーでーす。はい、ここで大谷。ええ。ここ粘らない。やばい。俺言っても許したくねえな。前進。前進。マスカはここで前進守備をします。怖え。ノーアウト満塁。うわ大谷。投げました。こんな大谷って怖い。打った。あーうわー高校チーム。せーわマジ強いこいつ。あれれ今宮正式に王者となってしまうのか。ちょっとあれもう総力戦ですね、こうなったら。はい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 、どんどん来てくださいよ。あれ投げさす。お、ジャクソンいいんじゃないですかね。反転把握力、反転把握微妙ないかな。ちょさあ誰で来るの、誰で来るの、ノリ相手のクリ。第9まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた。2球目ストライク。うざ。さあ2ストライクと追い込んだ。インコースチェンジか。これで本ゲッツーで終わりですね。ボール大きく外れました。第2球投げた。マシンで捉えた。うわーやーやー。もう一人か、もう一人か。やばい。あーゴールドありがとうございます。ありがとうございます。すいません。はい。すいません。あの余裕で全勝優勝でした。はい。仕方ない。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ冗談だ。受け止めろ。まあ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 。さあ。強すぎた。僕を倒したのにもかかわらずよ。2回コールド。2回コールドって。ありがとうございます。マジで。悔しいこれ。ゴールド大輝、あの白熱の延長戦を予選で繰り広げたのに。で、あのね、この後、僕たち第2回のね、リーグ戦を開始するんですけども、その前に第2回ドラフト会議をします。で、ビリの強兵チームは5人選手を取れます。おお。5人は言い過ぎました、4人です。4人はい、言い過ぎ。で、3位の僕、3人取れます。はい、はい、2位のノリさん2人。あ、そういうもの。大輝さん1人です。あ、オッケーです、大丈夫です。もう決めてるんで1人。はい、これはもうこうしないとどんどんチーム差が開いていっちゃう。そうだね。なるほど。悔しいんだけど。最高でしたね、全勝。ピッチャーピッチャ ー, チャー。じゃ大輝はもう、大輝とノリは取れる人少ないから、もう本当によりすぐりの人で。そうだね。誰も取らなそうな人を狙った方が。そうします。安全です。もう結構悩みどころだから。そう、マジね。もうその第2回ドラフト会議が出ると思うので、はい、ぜひお楽しみ。ということで、優勝第1回リーグ戦優勝。ありがとうございます。まあ、俺らこれから下克上してやろうぜ。絶対勝つからな、お前ボッコボコしてやろうからな。いや、俺正直、あの正義は別に感じゃないから。違う。腹立つわ、これなんなん。本当に。いや、でも本当なんか相性みたいなのがある。あるね。そう、俺大輝に結構強くて、で、ノリが俺に強いみたいな。俺はノリ、そう、俺もノリに強いし。で、強兵が全部弱い。でもその代わり4人入るので、強兵のチームはどんどん強くなるね。悲しい結果になりました。うわー、すいません皆さん。俺がつっちゃ、マネが弱いんじゃなくて俺が強いの。またこれからはなんか大輝が王者としてみんなに見られていくので。そうだね。王者をぶっ飛ばしてね、ぶっ飛ばせるように俺らの応援をねしてもらって、お願いします。じゃあチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
次はドラフトで。いや本当楽しみ。バイバイ。バイバイ。